新しい私いろいろ始める仙台いろは。今年から小学校でプログラミング教育が必修になるのはご存知ですか？そこで今回はとても人気があるというプログラミング教室に潜入調査してきます。いいね先生、はい、そもそもどうしてプログラミング教育が必修化されるんですか？そうですね、私たちの生活はあらゆる場面でコンピューターに支えられていますので、まあ、それが今後さらに、IoT の活用などがですね進んでいくんじゃないかなというふうに考えています。そこで子どもの時からプログラミング的思考力を身につけることで将来選択できる可能性を広げるというのが目的です。プログラミング的思考？ロボットやコンピューターに仕事をさせる時に作るプログラム、段階ごとに繰り返し調整し問題点を明確にし課題を一つ一つ解決していくことでプログラムが完成します。その過程で培われるのがプログラミング的思考力。この思考力はプログラミングだけではなく他の教科や生活のさまざまな課題を解決していくことに役立つ思考力が身につくんだそう。でもプログラミングって難しそうですが。そうですね、でも子どもの成長に合わせてステップアップしながら学んでいけるので遊びながら楽しく学習できますよ。コーププログラミングクラブでは幼稚園年長から小学校低学年、中学年、高学年と合わせて3つのコースがあり、アプリを使った直感的で分かりやすい学習からプログラミング言語を用いてロボットを制御する本格的なロボットプログラミングまで子どもの成長に合わせて選ぶことができます。いいね。プログラミングやってみてどうですか？授業が2時間分あるのにすぐに感じます。全部打ち終わった後がちょっと気持ちいいとか。お、達成感みたいな。自分で書いたのを、動かせるっていうのが楽しいです。プログラミング的思考でできた時の達成感、いいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私、はい、いろいろ始める仙台いろは。